思考記念館公園、思考記念館の裏で、こちらが、椎の木迎賓館、あちらが金沢城ですね。昨日までの雨も上がっていい天気になりましたので、夕方の散歩ということで金沢城を散歩しながら、ついでに紹介動画を撮ってみようということです。インターナショナルでございますね。鬱蒼と茂った森のようなところが金沢城の、まあ、本丸にあたるところなんですかね。しばらく歩きます。まだここは椎の木迎賓館前。金沢城は確か1580年ですかね、織田軍が、一向一揆を置いての、なんていうの、拠点を占領したと。そこから金沢城になったわけですね。まあ、北陸方面の柴田勝家が占領したんだと思いますけれども、城主は佐久間守政かな、鬼玄馬だと思いますけど、まあその柴田勝家も82年の本能寺の変の後の83年の賤ヶ岳の戦いで敗れてしまいます。その後にまあその前田利家が城主としてこうまあ君臨するわけですね。まあ賤ヶ岳の戦いの時は前田利家は柴田軍に属していたのですが、まあ勝手に戦線離脱したと、離脱して秀吉軍にまあ裏切って秀吉になったわけですけども、よいしょ、石垣ですね。まあ金沢城はなんか石垣のなんだ、博物館とかなんか言われてるそうですね。いろんな石垣が見れます。本丸はもう江戸時代に焼けてそれ以降ないので、それ以外も建物はほとんど残ってないですね。その柴田軍が一向一揆を追い出すまではその一向一揆が占拠してたと。もともとは一向一揆、まあ加賀の国、あれはまあ加賀の国の主語は富樫氏ですか。それがまあ大体応仁の乱ですから1467年頃から、まあ、全国で跡目相続の争いがいろいろ起こると。でまあ富樫家も、富樫正親と弟の誰々、富樫正なんとか忘れてしまいましたが、それが、争うわけですね。その東軍と西軍に分かれて、それでまあ最初は弟の方が優勢だったのかな。で一旦弟がまあその支配者になるわけですけれども、まあもともと死後だった兄の富樫正親が、一向一揆と手を結んでですね、弟をまあ追いやってしまうわけですね。で富樫正親が死後に返り咲くわけですけれども、しかしその一向、その内部の味方の一向一揆の勢力がどんどん大きくなる。それに危機感を覚えてついに一向一揆と手を切る、一向一揆を攻撃するわけなんですけれども、まあ逆の返り討ちにあって1488年に多幸城、多数の一向一揆勢に取り囲まれて自害するということですね。それ以降、まあ、1580年まで約100年90何年か加賀は百姓の持ちたる国になるということですね。まあその、その間その一向一揆の国になった時にはここには大山御坊と
まあお寺なん、お寺、名前はお寺なんですけど、その、まあ軍事拠点。そして、まあその加賀の支配に使われてたわけですね。はい、だいぶ石垣が近寄ってきました。人は石垣、人は城。まあ今日は生き物は探さないようにしましょう。まあもともと一向一揆は、一向宗はまあ、浄土真宗の中興のその蓮如が、まあ勢力を拡大したわけですけれども、もともとは大阪じゃないかね、京都かな、山科本願寺を本拠地にしていたのが、まあ、天台宗との争いで追い出されて、北陸に、まあ逃げてきたというか、北陸に、信者を獲得に来たわけですね。まあ、本人の乱が1467年、とか島田近川亡くなったのが1488年かな。蓮如は確か1415年生まれですので、北陸に来たのは50歳ぐらいからなんですかね。蓮如はまあ子供が非常にいっぱいいたことで有名ですけれども、27人子供がいたと言われてますね。まあちゃんと記録に残ってるんだと思いますけれども、まあ27人多いって言えば多いですけれども、権力者はまあ27人ぐらい子供を産む人は、産むっていうか持つ人はいるわけで、何がすごいかっていうと、正妻が27人子供を産んだと。でまあなんでそんなことが可能になるかというと、昔は出産っていうのはもう一大事、命をかけたもので、何人か子供を産んで奥さんが亡くなられるということがあったわけですね。蓮如の場合は、生涯に5人の奥さん、5人の女性と結婚しているんですけれども、子供が1じゃない、7、11、27だったと思いますね。最初の奥さんが7人、2番目の奥さんが10人、その後3番目が1人、4番目が2人、5番目が7人子供を産んだということですね。1番目の奥さんが亡くなってすぐに2番目の奥さんと結婚するんですけど、それは1番目の奥さんの妹さんだったんじゃないですかね。それで70歳ぐらいの時に4番目の奥さんが亡くなって、5番目の奥さんっていうのはもう50歳ぐらい年が違う方と結婚するわけなんですけど、まあそこからまあラストスパートといいますか、70歳から、まあ、85歳前に亡くなるまでに7人子供を作ってるわけです。まあ、この公園は平成になってから作られたのかな。まああそこら辺の石垣は最初の石垣と全然違うのが分かりますかね。そこでお茶を飲めるところがあるんですけど、ちょっと行ってみましょう。確か観光案内所みたいなのがありましたね。はい、非常にインターナショナルでございます。玉泉院丸庭園、玉泉院丸庭園ですかね。もう今もう4時過ぎたかな。玉泉なんでお茶が飲めるんですけど、まあ本日はもう終了ですね。4時までです。この茶室からの景色が非常に綺麗ですね。石垣の説明の何かパンフレットがあったような気がするんですけれどもね、なかったかな。
兼六園じゃなくて金沢城公園の見どころ、この金沢城の石垣という項目がありますね。よいしょ。金沢城は石垣の博物館とも言われ、多種多様な石垣が現存していますと、ということで、それぞれの場所に説明があるかもしれません。よいしょ。まあここはその大手門ではなくて、正面の大手門ではなくて、どこから入ったんだこれは。ネズミとも玉泉院丸口あたりから入ったんですかね今、はい、ちょっと登ってみます。どっちから行こうかな。ネズミタモンはつい最近できた、見るからに新しいですね。まあお城というのは、まあ石垣と堀が非常に重要で、石垣と堀だけしっかりしていればなかなか攻め込めませんから、そうするとどうしても攻め手側は門を壊して城に攻め入るということになるわけですね。ただ門、頑丈な門を作っておいて、その門を壊そうとしている敵を、まあ鉄砲なり弓矢内で攻撃すると、そうするとなかなか、まあその門は突破できないですね。だからまずは石垣と城、そしてまあ門が立派である城というのは、まあ攻め込めない、そうするともう籠城戦になるしかないわけですね。これはネズミタモン、ここら辺の石垣もだから最近作ったのかな。先ほどの石垣とだいぶ違うと思いますけど、まず石がピッチリと、もうこの石の継ぎ目がもうピタッとはまってますね。別にこれ構造的じゃなくても、まあ非常に美しさを追求しているわけですね。これはいつできたんだっけな。まあできて5年も経たないと思うけど、いつできたんだろう、書いてないかな。まあネズミタモンです。まあそういうわけで、門っていうのは非常に重要な設備で、門を壊そうという敵を周りから攻撃すると。まあ特にその鉄砲が発達してから、籠城側が圧倒的に有利になるということですね。まだ弓矢で戦っていた時はまだいいんですけど、籠城側が鉄砲を持つとも無敵なので、ほとんどもう本格的な城を攻め落とすなんていうことはなくなっていくわけですね。戦国時代後期にはほとんどが兵糧攻めになるわけです。だからまあ城というのはまあ核兵器と同じようなもので、実際の役には立たないけれども、あるのが重要だと、立派な城があるのが重要だということですね。持っていなければ攻め込まれてしまいますから、でも実際には使われないと。まあ加賀藩、加賀百万石なんて言いますけれども、加賀っていうのはまあもともと何だあれ、律令制度での加賀国っていうのは、まあ石川県全てではなくて能登は能登国なので、まあ別なんですけど、加賀百万石は、まあ加賀藩が百万石ということで、加賀地方だけじゃないですね。前田家は、まあ加賀と能登と、それから越中の一部を領有していたはずなので、まあその三国というか二点何国分で百万石だということですね。
まあしかしそれでもその面積あたりの収穫量を考えるともう、まあ、すごい量ですよね。非常に肥沃な土地だったということが推測されます。まあ今もそうなんでしょうけど、米どころなんでしょうけどね。まあ一国が一人の人間が大体1年間に食べる米の量だということで、100万石というと大体100万人分食べられる量だということで、大体まあ100万人ぐらい住んでいたと。加賀藩にはですね、まあラフな計算でそうなると思います。この辺は新しいですね、石垣が。どっち行こうかな。あそこちょっと見るか。まあ江戸幕府ができてから最初の一番大きな敵は豊臣家だったわけですけれども、まあ大阪の陣1615年、豊臣家が滅ぼされると。まあ、あのこんな何か 長い石がありますけど、こういうのは構造的には不安定なんですね。この、まあ、この中央の長石ありますね、こういうのとか。長石、まあ、そこあの普通に考えて長い細長い石を縦に立てたら倒れてきて危ないので、こういうのは力学的に不安定なんですね。だからこういう石垣っていうのも、その機能面よりもやっぱり美しさを追求してるわけですね。だからまあ地震なんかあったらこれ非常に危ないわけです。それでなんだっけ、あそこそこで、まあその豊臣家が大阪夏の陣で滅んだ後に、まあ一番大きな大名というのは加賀県、前田家になるわけですけれども、まあ前田家外様大名ですから、まあそのいつも江戸幕府に睨まれるわけですね。まあその敵がないということを常に示さなくてはいけないと。まあもともと関ヶ原の時も、関ヶ原の前か直前にも前田家はもう、家康に白旗を上げてるわけですけれども、まあ常にそういう態度を示していっているわけです。だからあんまり武芸には一生懸命ではないと。まあ芸術のようなものに力を入れたりとかですね、まあ有名な話で藩主が鼻毛を伸ばしてバカ殿のふりをしていたと。3代目でしたっけ、2代目か、藩主としては2代目か、そしてね、星長の弟かな。まあそういう話が有名ですよね。まああんまり鼻毛伸ばそうと思っても、頑張っても鼻毛なんか伸びないと思うんですけど、うん、まあ作り話なんだけどな、バカボンのパパみたいに植毛でもしてたのかもしれないですけど、どうなんでしょうね。あんまり鼻毛を植毛する人はいないと思いますが、そういうわけで、まああんまり、まあその明治維新の時など前田家が何か活躍したという話は全然聞かないですね。まあ良くも悪くもそういう家だったということなんでしょう。まあその元々の柴田勝家を、まあ、裏切って秀吉に就いたと、まあそういうところから始まっているわけですね。あれは何櫓かな。いつも生き物ばっかり探し回ってて、あんま建物はよく見てないんですよね。それで、まあ明治維新後に金沢城は、まあもちろん国のものというかあれの、まああの 軍の施設になるんだと思いましたね、確か。ずっと、まあ1945年。第二次世界大戦が終わるまで、太平洋戦争が終わるまで、まあ、軍の施設だったんだと、だったはずです。で、それ以降、まあ、その志向、旧制四校が、金沢大学、
新生大学になって、でその金沢大学の本拠地というか、まあキャンパスになるわけですね。